ねえ、よし。LPP、金庫。あいつより先に金庫。で、LPP だ。ねえ、銃はどこだ？なあ、もう、くそ。なくなってる。毎日同じだ。いや、つまりこれから起こることがわかる。よし、この海岸で目を覚ますのはうんざりだ。ん？これから毎日この繰り返しなのか？クソくれ、俺はループを破る。楽しい我が家だ。気にすることない。この島では死はありふれた経験なの。恥ずかしがることなんてないわ。気づいてないかもしれないが、この忌々しい島は異常なんだぞ。その通り、だから破壊させない。特別なの。これ以上やられるか覚悟しろ。三度目の正直だ。困った子、喧嘩するように仕向けるのね。この島に子供はいないよな。あんただけよ。アレクシスも、あとフィアみんな私が可愛がってあげる。今日はアパートへ行き、金庫を開け、LPP をループを破る。行くぞ。これにはなれないな。
これ以上持てない。友達？フッ、ブランって誰だ？間に合ってる。よし、LPP、いいものであってくれよ。思ってたのと違う。こいつでループを終わらせる。つまり8人を1日で。簡単じゃないぞお前。よし、じゃあ作戦は、1日に8人だとコルトがもう 2,3 人いればコルトの嵐で殲滅して。ダメだ、よく聞け。俺は長くは。大体なぜここにいる。2回前のループで撃たれたよな。さ、3回か。分からん。落ち着け。いいか、俺たちは何千人もいるんだ。いや、もっといるかもしれん。だが誰も成功してないんだ。お前は誰よりもうまくやるんだ。だから手当たり次第に撃つな。でも撃つのが好きなんだ。考えるんだ。大切なのはこことここだ。俺はコルトの嵐作戦がいい。ウェンジェのラボだ。レジドゥムを調べろ。助けになるはずだ。難しい方法もあるぞ。ま、これで手ほどきは終わりだ。な、何を見てる。なんでクソタレが。いいさ、始めよう。ウェンジェのラボか。 LPP によると研究所の裏だ。手始めにはいいか。
書館の会員は無料の弾薬と高性能武器を無制限に利用できる。楽しんでくれ。先着順で唯一無二のミリタリーグレード武器を入手できる。在庫がなくなり次第終了だ。ループ保存プロトコル、難しく聞こえるが単純な話だ。ビジョナリーを全員殺せばループは破れる。連中の居場所は分かってるが、奴らを全員やるのは簡単じゃないだろう。自分がしぶとい野郎でよかった。私これ好きなの。大きなステップよ。準備はいい？失うものはあるか？そう、死ぬと武器を失う。でも成功すれば別、取っておける。毎回成功してる。失敗してもな。武器を取っておくにはどうすりゃいい？注入プロセスでしょ。そのために来たんじゃないの？正直自分に言われてきたんだ。他の自分がいるのはあんただけじゃないから、特別じゃない。俺が成功したら、したらね、頑張って。この注入って楽しそうだな。
隊が訓練でもしてるのかい。無駄よ、ベンジェ。結論か根拠はあるの？君が話してると読めない。
研究。何なんだ、あの光はどこへ。今のが正しければこのループは何千年も続けることができる。それとやるんだな。今の、残り8人。
これ以上持てない。ウェンジェたちを倒せばこれを使ってレジズムを回収できる。それであの機械を動かすんだな。なるほどな。よし、どこから始めればいいか。これは重要な実験。何度言わせれば気が済む。私は一度もない。そう、じゃあ別のウェンジへか。以心伝心なんてできないけど、論理的な推測が生み出す。ね、一人やった。あと5人。そんなことには使えない。どういう意味？なぜか、はっきりさせたいだけ。それは広そうだ。奴はずか、きっと楽しくないだろう。ここでの叫びの調査の方が、もっとスープが終わると叫びになる。私たちも一人だけ、そのためにルーツプロトコルをやめる必要は絶対に。できる存在。
度だろう、うん、最後だ。手がわからん。試してみるか。早朝の発表から得られた観測によると、エターナリストであるコルトとジュリアナには大きな成長が見られる。そう、そして2つのことが分かった。まず、タイムループが始まってから時間が経っている。2人は各ループを記憶できるが、他の者は、私たち自身は記憶できない。おい、話を遮るな。これが正しければ、私たちは毎日観測し、毎日同じ結論を出していると見ていいだろう。私たちが次に注目したのは、ループをまたいでの記憶の保存。つまり、このタイムラインを伝えられたかもしれないのに、初期段階の研究を何度か繰り返している。突破口もなしに、結論は明白だ。きっとこれも繰り返しなのだろうな。また、レジルムの注入に関する実験の数々は、ループをまたげるトリンケットを保持するためだったのだ。トリンケットがあれば、私たちも記憶を保持できるはずだ。